皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は横浜市にございます里山ガーデンに来ております。こちらで3月25日から5月7日まで2023年もですね、春の里山ガーデンフェスタを開催いたします。以前ですね、作っている花壇作りの様子の動画も上げておりますので、ぜひねそちらもご覧いただきたいんですが、もう見せますとこんな感じでウェルカムガーデンも完成いたしました。こちらがねその動画で以前作った、動画上げてるんですけども、こんな風にさらに咲き進んでですね、美しい姿を見せてくれています。今回のテーマがですね、このウェルカムガーデン、そして奥の大花壇も含めて爽快の丘というテーマのもと作っております。爽やかな白色を基調にしながら青や紫、そして風がねそよぐ姿のその少し背の高めな植物も散りばめながら、よりナチュラルな景色を今回はイメージして作っていく花壇になっております。では早速大花壇の方にも参りましょう。さあこちらが2023年春の大花壇です。わあ、今年も元気いっぱい咲いてくれました。これまでの大花壇と印象が少し違う形になっております。先ほど申しました通り爽快の丘ということで、よりナチュラルな里山らしいですね景色を心がけて、あまりですねまとまりのある、グルーピングって言ったりするんですけども、グループを作って植えていくというよりも散らしております。かなり全体的に散りばめて、本当に自然に種がこぼれて草花が咲いた、そんな景色を今回イメージしております。そしてやはり色は白を基調としている中に青や紫、差し色で赤やピンクも入っているような、そんな爽やかな景色ですね。じゃあ早速下に参りましょう。あ、桜も咲いてますね。大花壇の逆側を見ると桜がね咲いておりますから、こちらもぜひ楽しんでほしいですね。下にはネモフィラのね花も群生しております。そうだ、ここで大花壇を見ていただきたいんですけど、こちらの道があるんですよ。こっちの道に行くと、いわゆる里山の奥深くに行くことができます。果たしてそちらに何があるのか、皆さんもね行くことできるんですよ。それ別の動画上げておりますので、よろしければご覧ください。おすすめのスポットがあります。でまずはこちらのね大花壇をね楽しんでいただきたいんです。一緒に巡っている気持ちで楽しんでいただけましたら幸いです。こちら、いやー爽やかな景色になってますよ。こうね見るときにこうやってしゃがんでみてほしいんですよね。今回特に草原をイメージしてます。あー軽やか。このリナリアというね姫金魚草っていう別名もありますが、これぐーっとね伸びて、こう可憐な花をたくさん咲かせるんですが、風にそよぐ姿がとっても爽やかなんですよ。このように背が低めと高めを今回分かりやすくもう2段階な感じで植え付けております。3月25日から始まります。今まだ開園前なんで作業もねしていただいている状況です。ここまず見ていただきたいんですが、ハートの形で植栽しているので、ここもぜひ見つけていただきたいなと思いますね。あとは全体見ていただくと、よく見ると一つ一つのブロックが桜の花びらの形をしてるんですよ。そういった形だったり違う形だったりいろいろあるんですけども、上からこう全体眺めた時に花びらが舞っているような、そんな景色になっています。ねえ、ラナンキュラス、ラックス、いろんな種類あるんですよね。ラックスシリーズというシリーズでたくさんの品種が出ています。花がねキラキラと光沢があるんですよね。しかも一般的なラナンキュラスってどうしても植えっぱなしだと蒸れて夏にダメになりやすい、一度掘り上げた方がいいよって言われてるんですけども、このラナンキュラスラックスであれば植えっぱなしでいけちゃう、宿根草のね性質を持った花ですね。さあそしてチューリップですね。今回もチューリップいっぱい植えてますね。20種類以上植えております。こんな風に背丈の低い、それでいて花びらはチューリップらしいチューリップもありますし、そしてこちらですね、
そちらに植わっているこれもチューリップなんですが、八重咲きのチューリップ、花弁がたくさんねあるチューリップ、あの開期中、開園中はですね、こちらの芝の中に入らないようにお願いいたします。申し訳ありません。ちょっと今回ですね、特別にちょっと入らせていただく形で紹介していくんですが、皆さんは申し訳ありません、ここ入らないようにお願いいたします。すみません、失礼します。こちらですね、クシュクシュッとなってる姿が印象的な、もうこんな風に本当にチューリップもいろんな品種があるので、こちらの大花壇だけでも、あ、これもチューリップ、こんなチューリップもあるんだっていう風に楽しんでいただけたらなと。しかも早咲き遅咲きっていろいろありますから、開花リレーのような感じでチューリップもいろいろ咲いていってくれます。これもね、葉っぱを見るとチューリップって分かりますが、まだ咲いてないですよね、こっちの方は。かといってこっちのチューリップはかなり咲いてきてますね。で、多くは横浜市内産の花苗を使っております。いやー、ルピナスがねかっこいいですよね、ルピナス。うーん、登り富士という別名があるほどですから、富士の花をね本当に逆さにしたような花、登っていくから縁起がいいですよね。で、葉っぱもねかっこいいんですよ。円形にたくさんの葉っぱがつくんですよ。まるで葉っぱも花のように見えませんか。僕好きなんですよね。なんで花がない時でもね、葉っぱだけでも十分美しい花、まあ、ただ夏の暑さ蒸れに弱いので、どうしても一年草扱いにルピナスはなっています。で、本来は多年草なんですよ。涼しいとこだったらずっと長く生きてくれます。ああ、爽やかな風が吹いてますね。やっぱりここの場所でゆっくりしていただきたいんですけども、ここにね、隠しハートありますから、桜の花びらがここもデザインされてるんですが、ハートもありますから、これぜひ探してください。ここのハートをね、こうやって踏んで願いをこうかけると叶うかもしれませんね。そう、今願うならば、この後お子様みんなと一緒に楽しめますようにという願いを。そう、実はこの後ですね、開園に先駆けてガーデンツアー開催するんですよ。お子様と一緒にここの大花壇を巡るんです。で、このなんと YouTube で撮影もご了承いただける皆様にお集まりいただきまして、そう、本当に感謝です。こちらのでもね、模様をお伝えできることになっているので、この後この動画の最後までぜひご覧ください。こちらまずね、一人で巡ってますけど、この後子供たちとも一緒に巡っていく様子もこの動画でお伝えします。いやー、みんなと一緒に楽しめたらいいな。どんなこと聞かれるかな、楽しみですね。あ、これね、スーパーリッサムですね。この葉っぱがね、ふの入っている葉っぱ、模様入ってます。これ強いですよ。スイダリッサム、アリッサム系もどうしても一年草扱い、本来多年草で毎年毎年生きてくれる、植えっぱなしでもいける植物なんですけども、どうしても夏の暑さ群れでやられてしまう花なので、日本では一年草扱いなんですけど、このスーパーアリッサムは夏の暑さ群れにも強いタイプの品種なので、悩んだらこちらおすすめですね。あ、ここありますね。これがまあいわゆる一般的なスイートアリッサムの品種、葉っぱに斑がないですね。でもたくさん咲いてくれます。もう花自体は本当おすすめの花。ちょっと失礼します。これをですね、甘い、はい、甘いんですよ。スイートという名前だけあって、なのでもしよろしければ皆さん、まあ、ちょっとだいぶ低いんでかがんでいただかなきゃいけないし、ちょっと芝生はね傷つけないようにしていただきたいんですけども、こう近づける場所ではちょっとこう香りもね楽しんでいただけたらなと思います。まあ、スイートアリッサムかなり低いんでちょっと嗅ぎづらいかもしれないんですけども、例えばこの隣のネメシアも香りするんで、うーん、やはりね、甘い爽やかな香りがいたします。こういろいろ嗅いでみて、あ、この花は香るな香らないなっていうのもね、ぜひお楽しみいただきたいなと、まあ、その辺もこの後ね子供たちと一緒に楽しみたいなと思っています。いやー、今回本当に色を統一しているのでかなりですね爽やかな花壇になってるかなと。あ、そう、白、青、紫、基調って言いましたけど、もちろん黄色です。黄色、黄色がかなりね全体的に淡い黄色の入ってます。黄色がかった白っていうんですかね、だから明るい印象にもなっております。いやー、楽しみですね。早く子供たちと一緒に巡りたいです。
ワクワク。ちょっといろいろね、花の形のこととかもお伝えしたいなと思って、それでみんなが花覚えてくれたら嬉しいですね。こっちのね、雪柳、こっちの方にも興味示してくれるかな。なんか子供たちが自分からこう、これ何とかね、聞いてくれたら嬉しいなと思ってるんで、ちょっとそれを目指してこの後ガーデンツアーしていきたいと思います。じゃあいよいよそろそろ時間なんで戻りたいと思います。おはようございます。おはようございます。あー、素晴らしい挨拶ありがとうございます。皆さん今日はご参加本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。あー、すごい、みんな花好き？よっしゃー、じゃあ一緒に楽しんでいきましょう。ほい、見てー、すごいでしょ。広いよね、たくさんいっぱい咲いてます、お花。ここを今下行ってゆっくりちょっといろんな花を一緒に見ていきたいと思っています。これ全部大花壇で、そう、大花壇に今ここに入ってる、ここにね書いてある花が植わってるから、ぜひ探してほしいんだけど、さあこれどれでしょうか。その中に載ってるよ、そう、ラナンキュラスのラックスっていう花。それそれ、これこの特に黄色い方。 OK、 分かった。 OK、 OK、 一つの花でもいろんな、実は色とか形とか種類があるの。でも特徴は似てて、みんなやっぱりピカピカしてる、このラナンキュラスラックスっていうのは。でこの中にラナンキュラスラックス、ラナンキュラスラックス、いろんな種類が植わってるから、あ、ごめんね、ぜひそれも探してほしいなと思います。そう、でこれ全体の形見ると、これもハートの形してるんだけど、桜の花びらの形をしています。香りしてるの分かります？ちょっと一瞬こうマスクみんな外して、甘い香りしてるの分かる？してるかも。してるよね。これいろんな花から香ってるんだけど、特にここに実は香りのする花が今入ってます。どの花が香るでしょう。香ってみて、よかったら。あのね、花によって香ったり香らなかったりするんだ。三上さん、これ。お、正解。そちらスイートアリサムって白い花がいっぱい咲いてる、一番下に咲いてるよね。これが実は甘い香りしてます。こんな風に実は香りのする花他にもいろいろあります。なんでもしよかったら香ってみて、探してほしいなと。みんなちょっと来て、みんなクイズです。これなんだ、絶対に聞いたことある、知ってる花です。ただいつもみんなが見たことある花とは。お、何？チューリップ。正解、チューリップでした。チューリップって一度はいろんな種類ある、絵に描いたことあると思うんだけど、だいたいこういう形してるよね。でもいろんな種類があって、それそれそれ、葉っぱ、そう、葉っぱでチューリップってわかるんだ。これも何？これビオラ、さっきの、さっきの。これは何？これはね、オステオスペルマムって言います。これ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 、これです、これ、この2つ、この3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 つ、どれも、それ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 、正解正解。そう、ありがとう、嬉しい。とんでもないよ、みんな友達だよ。三上先生、とんでもないよ。この中にハートあります。見つけた、はいはい、すごい、ハート、それ踏むといいことあるって言われてるから。それもハートに見えるんだけど、本当にハートになってる。それ踏むといいことあるかも。めっちゃ踏んでる。みんな願いをかけて、願いを。光が当たってないから、うん、光が当たってないからなんだけど、何かね、自分自身でそうした方がいいなって思ってそうしてる。何？光を大きく、うん、光を多く当てるため。ああ、いい考えだね。でもそれもあると思う。ってことは晴れじゃない日って虫どう？花粉を逃がさないため。その通り、大正解。その通り、花粉を逃がさないため。ごめん、話長くなったね、ごめん、行こう。ダッシュ、競争。嘘嘘、ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。ごめんごめん、早かった。さあ、大体みんな花分かってきたんじゃない？あれ、もうさ、今度みんなさ、お友達と来たら教えてあげて。三上先生、これ何ですか？はい、さっきやりました、ワックス、ワックス、そう、ラナンキュラスラックス、ワックスかかった、さっきのほら、綺麗な金ピカ、キラキラしてる、これのね、これだね、
リキュア、そうこれ、うん、ワックスかかったみたいだからラックスっていう名前ついてる。これ覚えてるかな、甘い香りしてる。え、嘘、これこれ甘い香りして、スから始まる。ストック、ストック正解、ストック、そうみんなね、でもストックっていう名前で OK。 はい、じゃあこれは簡単かな、この辺に咲いてるこれ、これ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 、ビオラ正解、ビオラ。デイジーも似てるんだよね、デイジーはさっきあったかな。それルピナス正解、覚えたね、バッチリ、すごいよルピナス覚えてたら。みんな OK かな、あっという間に時間です。やだ嬉しいこと言ってくれるね、終わらないで、もう一回もう一周しようか本当にもう一周したいぐらい嬉しいんだけど、嬉しい。100周すんの。さあというわけで今回は子供たちと巡るガーデンツアーをお送りいたしました。いやー嬉しかったですね、こんなに皆さん楽しんでいただけるなんて。あの実は終わった後も延長戦が入りましてずっとここでまた花のこといろいろ聞いてくれて楽しんでおりました。もう何よりです、本当にご参加いただいた皆様ありがとうございました。そしていよいよ3月25日から5月7日こちら開催いたします。ぜひ皆様にもですねご覧いただいて、今日の動画の内容もですね参照いただいてですね、より詳しく花を楽しんでいただけたら幸いです。そしてこの動画何より最後までご覧いただいた皆様本当にありがとうございます。それでは皆様のご来場お待ちしております。三上正志でした、ありがとうございました。